どうも皆さんこんばんは。ですね、先日、途中で夜中やらなかったけどね、昨日は夜まで放送しなかったけど、リスワン1位取れました。ありがとうございます。運営さんから1万ポイントいただきました。1ポイント1円なんで1万円ゲットです。はい、ワード2、GJ いらっしゃい、ゴルゴいらっしゃい、バッツーさんいらっしゃい。出たんだ。で、レンジョ太郎さんに連絡取って、ちょっとね、ネットじゃなくて実店舗行ってみたいなと思ったから、グッズを買ってきました。今度ですね、テルチャンピンと試合をします、僕は。で、6月か5月かわかんないんだけど、 K1 ルールで戦うんですね。 K1 じゃないか、ムエタイルールか、ムエタイルールで戦います。で、新宿でネットで検索してもね、やっぱそのボクシンググッズとかどこで売ってんのかわかんなくて、何やっても出てこなかったの。ネットショップしか出てこなくて、多分 SEO 対策とかお店のホームページがやってないんだね。で、ベンド太郎さんに電話したらね、すぐ教えてくれて、さすが元格闘家だよね。新宿だったらイサミっていう店があるよっていうことで、このイサミっていうなんかその格闘技のグッズ、売ってるところに行ってきました。なんかね、エレベーターですれ違った人、なんかボクサーっていうか格闘家っぽい人ばっかりだったね。多分プロの人だと思う。どっかで見たことある、名前わかんないけどこのイサミに行ってきました。イックさんはドツです。ジーマさんはドツ、メロンはドツで、買ってきたの。それがね、嬉しかったことに、俺あのランシドのこれ、このジャケットが大好きなんですよ。ランシドっていうパンクバンドがいるんですけど、で、これがね、なぜか売ってたんですよ。これ原宿で昔買ったことがあったのね。これよりでかいワッペンだったんだけど、これワッペンで、なぜかね、ワッペンで、ランシドのワッペンが売ってたから、うわ超嬉しいと思って、即買いですね。ちょっと小さいんですけど、これ2枚売ってたの、2枚即買いしました。多分ね、アイロンでつけるタイプのワッペンなんだけど、縫い込みたいと思います。ワッペンこれ2つ買いました。はい、猫さんいらっしゃい。イサミ池袋にもあるんだ。やっぱあれだよね、業界知らないと。まずこのランシドのワッペン、これ僕があの世に持っていきたいアルバムナンバーワンですね。結構僕がもう中学生の頃からヘビーで一番聴いたランシドのね、アンドアウトカムジュブルブスっていうアルバムですね。リスマンありがとうございます。ゆきさんはどつです。で、あとね、もうワッペンがいっぱいあったので、ちょっと僕ね、ジーパン破けちゃうんだけど、すぐデブだから、のんたんが裁縫を教えてくれて、もうジーパンずっと着れるように、その糸でステッチで潰すっていうやり方を教わったから、このワッペンとかもちょっとジーパン大事に履こうと思ってて。で、これいいでしょ、文字のワッペンが売ってて、この狂った志ってよくない？なんかいろんなのがあったの。一撃とか、一撃とか、殺すとか、殺とか。で、俺的にはなんか狂うっていう字と、この志っていう字がすごいいいから、これなんて読めばいいのかな？狂った志って書いてなんて読めばいいかな？これなんかね、この組み合わせがすごい良かったなと思って、和道っぽいでしょ？風船ありがとう、ゆきさん。これ良くない？狂った志。これはね、ジーパンに縫い込みたいと思います。で、これはボクシンググッズじゃないね。ちょっと関係ないか、関係なくなっちゃったかもしれないけど。でですね、3つ用意してくれって言われました。ベンド太郎さんからメールが来て。で、試合までに用意するのは、まずマウスピースを用意しなさいと言われたんですよ。クシって読むの。クシってなんかちょっと良くないな。で、マウスピースこれいくらだったかな？なんか高いね、2000円のマウスピースとかちょっと買えないやと思ったので、この相模っていうメーカーの、500円ぐらい、5、600円のマウスピースを1個買いました。色はブラックにしました。あとでこれ作ろうと思います。お湯で温めて柔らかくして、噛んで、形はそう考える。ゴーゴーあるでしょ。失礼しました。で、問題なのはね、あとね、もう一個、ファールカップって言って、金玉にキックとかが当たった時に保護してくれる。ファールカップっていうのかな？フォールカップっていうのかな？ちょっとわかんないんだけど、メイドイン台湾って書いてある。メイドイン台湾って書いてある。これ後で作ります。で、あと、ファールカップはちょっとネットで買おうかなと思って。で、なんかね、バンテージも用意してくれって言われたんだけど、バンテージってあれだよね。グローブの中に入れるやつだよね。で、ちょっと買ってきた。これ高かったな。相模、なんとかって書いてあるけど、相模。
ギャーグギルギルわかんないけど、相模なんとかって書いてあって、でバンテージくださいって言ったら、色カラーがいっぱいあったんだけど黒でいいやと思ってオーソドックスなやつ買いました。黒いバンテージです。早速巻き方勉強したいと思います。なんかね、店員さんに巻き方教えてくださいって言ったら、紙プリントアウトするんでそれで覚えてくださいって言われました。残念です。あー結構柔らかいんだ。包帯を厚く、おーありがとう、まゆゆっちょさんから花火いただきました。皆さんありがとうございます。まゆゆっちょさんにパチパチお願いします。まゆっちょさんありがとう。よし、マイクが取れちゃった、ピンマイクが。まゆっちょさんありがとう、いきます。ありがとうね。あでもこれ軽くなってきたわ。重くて持てない持てないって言ってたけど、増量したけどだんだん慣れてくるね。人間ってすげえな。 8.5 キロ慣れてきました。ありがとうございます。嬉しいな。なんかね、素材としてはなんて言えばいいんだろう、これ包帯っぽいんだけど、包帯を厚手にして頑丈にした感じかな。長いな、結構思ってるよりも長いっすね。なんかもっと厚手なのかと思ってた。でここに親指通すところがある感じ。あまねくんはどつ、じゃあやってみますか。早速やり方わかんねえんだよな、やり方が全然わかんねえけど、多分これを親指通すんですよ。親指を通して、親指通すって書いてあるでしょ。でこっち向きでやるのかな、手のひらを向けるの、手の甲を向けるの。え、何これ、違うな、こうだ。ああ間違えた、これ巻いとかないといけないんだ、ごめん、ほどいちゃった。バンテージってやつ、あほどいちゃったよ、間違えた。これをね、巻いてから始めるのかな。いや巻いたらくっついちゃうな、やり方わかんねえな。ゆめさんありがとう、バーガープレゼントありがとう。旅配信やるよ、やるよ。よいしょ、4月からまず手首に2回ほど巻いて、拳の当たる部分を一周すると、手首を2回巻くと、1回2回と、2回巻くと手首を、うん、でおえこう拳のところ当たる部分を一周する。この時ある程度きつく巻かないと拳が擦れて痛くなる。ほう、ここを一回巻くと、ほいほい、なるほど。おぽいねぽいね。あリスワンありがとう、チョコありがとう。で、2回巻いたら拳の当たる部分を折り返して分厚くする。どれくらいの厚さにするとか書いてないな。どうやってやんだ、分厚く、うん、でどれくらいの厚さにするんだろう。生活保護返金の話題ちょっと待って、バンデージ終わったからでもいいかな、うん、ちゃんと話すよ。どうやってやんだ、これをこうやってやって、こうやってやって、すげえ難しいんだけど。ボクサーってこれ毎回やってんの。そうだよね、これつけないと拳痛めちゃうもんね。こう厚くして、うん、いや超難しいんだけど、超むずいわバンテージ。どれくらいの厚さにすればいいんだろう、ここ書いてね、うん、これむずいね。あーむずい、こうかな、厚さにすると分厚くする、重ねた部分巻き込むように3周。アイテムの数が見れなくなった。いや見れるよ、俺見れてるけど、みんな見れてないの。ここをこうでしょ、1回2回3回、こうか、こう3回巻くと、初心者はさらに2周ほど巻くとサンドバッグ叩いてみてください。じゃあ5周やろう。4回5
回30ぐらいか、これくらいか。え、なんで知ってんのマチルダ、うん、で手首の方で一周巻くと、手首の方で鼻に一周巻くと、結構ガチガチに硬くなるんだね。手首の方で一周巻いて、で、小指と薬指の間を通して親指の方から出す、うん、小指と薬指の方、親指の方から出す、親指の方から出す、拳の当たる部分を、うん、親指の方から出す、うん、逆か、親指の方から出すってなんだ、指の方で一回巻いて、逆か、逆か、手首で一回巻きくと、手首一回巻いて、うん、違くねえか、あれこれ内側に来んのかな、これが、え、どうやってやるんだろう、あ、違う、こっち側から来るんだ、こうやってやって親指の方から出す、うん、でこう一周させたら一回巻くと、一回巻いて、でこうか、でこう、あ、そういうことか、わかった、こういってこうだ、でこうだ、でこう巻いて、これすごいね、すげえな、一回巻いて、でこうだ、でこうでしょ、繰り返し指の間、親指も一周巻くのね、親指も一周巻くと、で、で余ったら手首の方に持っていくと、ほう、すげえな、すごいね、バンテージって、で、ほう、こんなになるんだ、おうほうほうほう、ほうほうほう、かっけえ、かっけえな、おい、できました、バンテージです。あ、でも下手だ、あー、間違えた、ここに、ここにクッション作っちゃったよ、こっちだよ、作んの。こっちだよ。ここにつけちゃった。裏剣だよ、ここ。手首持ってくより、こうにやった方がいい。逆だった？このまま、いや、っていうか、きっつい。きっつい。あ、間違えた。全然薄い、ここ。あ、そういうことか。そういうことか。ここをガードしないといけないんだよね。でも、かっこいいね、なんか。うん。もう、まあ、また、やればいいよ。そうだね。ちょっと、血が止まってる感じがするから、ちょっと外します。かっこいいねー、バンテージ。ああ、そういう感じなんだ。おー。この時に、ここじゃなくて、この被せたやつが、ここだ。もっとこっち側だ。ここだね。なるほど。ここにして、おー。なるほど、なるほど。面白い。右巻くの大変だね、これ。これ両方巻けないよ、なかなか。これ、コロコロどうやってやるんだろうね。くるくるどうやってやるんだろう。でも、バンテージかっこいいね。あと、そこは固くしとくと。ここ？ここを固くしとくの。ガッチガチに詰めんの、ぎゅうぎゅうに。ここね？ここを固くすんのね。でも、固くしたらクッションにならなくねえか。いやー楽しみだよ、デルジャンピンと。結構みんなこの企画乗っかってない？
やっぱさ、男の子だからさ、やっぱ憧れるじゃん。憧れない？ボクサーとかキックボクサーとかさ、試合とかさ。地道にくるくる巻く。かっこいいよね。憧れるよね。やっぱ男の子は。憧れの職業、ボクサーでしょ、やっぱ。だからさ、なんつうの？ほら、生主なんてさ、どうせさ、なんつうの？半端もんじゃん、みんな。だからさ、まあ、半端もんって言い方も変かもしんないけど、ね、一癖二癖あるやつらばっかりじゃん。だけど、会場も用意してくれてさ、誰か OK が、いやー、どうだろうね。俺は、一番危険だと思ってんのは、セブンさんとユイガさんだと思ってる。セブンさんは、マジで2試合やるから怪我する。おー、サボちゃん、サボちゃんいらっしゃい。チョコありがとう。ユキちゃん、風船ありがとう。で、マジで怪我する可能性があると思ってるね。はい、リスワンありがとう！リスワンありがとう！みんなありがとうね！ 4 期連続撮りました！ふわっちデビューしてから連続で撮ってます！ありがとう！みんなのおかげでーす！ありがとう。リナネコとね、ミズニャンを叩き潰したから。あ、ミズニャンじゃない。リナネコとツバニャンを倒した。ツバニャンが、ワドゥさんには負けないからとか言ってたけど、おめえ絶対俺に勝てねえからっつって。まあ、昨日は神回だったしね。はい、サボちゃん花火ありがとう。サボちゃん花火ありがとう。サボちゃんから花火いただきました。うちのナンバーツースポンサーです。ありがとうございます。花火ありがとうございます。いきます。おい、勝つよ、ベッキーありがとう。頑張るよ。ゴルゴ、風船ありがとう。ユキちゃん、風船ありがとう。ありがとう、花火。いや、妻にはね、途中からね、俺の勢い見てね、やっぱ私今日諦めるわ、とか言ったよ。っていうかさ、すごいよね。もうダンベル慣れてきたんだけど、この重さに。腕も太くなったよね、また。花火ありがとう。初コメありがとう。風船ありがとう。チョコありがとう。ありがとうございます。風船ありがとう、ゴルゴン。チョコありがとう。はい、たくみさん、ワードツー。なんか超いい匂いすんな。今日ご飯何？え？肉野菜？おー、超うまそう。いい匂いする。俺はトレーニングの後に食べます。よし。ありがとうございます、サボちゃん。リスバンアニャありがとう。いい感じになってきたよ。今ね、34センチ。腕回り34です。ワドさん、保護抜けてから味方が変わったよ。おお、ありがとう。まあ別に、生活保護なんていうのは収入とかさ、あれだから、俺はあんまり何も変わったつもりないんだけど。まあね、達成、約束を守ったっていうところで評価が変わったんだろうね。ツバニャンが和藤さんにリスワン譲ったって恩着せがましいこと。負け犬の遠吠えにも程があるな。まあまあ、いいでしょう。まあでもね、彼女に勝ったのは嬉しかったですよ。そんなね、1万円取りにポッと戻ってきてね、ちょろっとお小遣い稼ごうなんてね、やつは許さないですよ。新しいフォロワーさん、ゆきさんフォローありがとう。まあ、男はね、やっぱ約束や守ってなんぼだからね。どうでもいい約束はもうほったらかしていいけど、絶対に譲っちゃいけない約束は絶対守らないとダメよ。そうだね、やっぱ毎日やってるからね。妻には負けない。もう勝ったんだよ。 もう勝った勝った。マウスピース作ろうかな。いい二の腕、育ってきたね。一ヶ月でこれだからさ、あと三ヶ月後、もうマジで、やばいと思うよ、テルちゃんピン。あいつ大丈夫かね？かっこいい、ありがとう。嫌味な感じで言ったわけじゃないよ、妻には。あ、そういうことか。あれか、要は、なんつうの。なんかもう、負けを認めるって感じで言ったんだ。いや、妻には全然、っていうかね、配信者に引退はないから。
そもそもさ、事務所とかに入ってるんならわかる。芸能人がなんで引退会見開くかっていうと、テレビ関係各社とか、その取り巻きがでかいんだよ。でもさ、配信者ってさ、勝手に始めて勝手に辞めるもんだと思ってるから、別にさ、芸能人気取りの引退とかいらないからね。まーさん頑張ってるし、って感じ？うん。あ、そういう感じで言ってたんだ。うん。ほら、俺も配信中だったからさ、彼女の放送見れないからさ、俺がさ、彼女の放送の音声聞いちゃうと、音乗っかっちゃうんだよ、みんなの方に。そうそう。まあまあ、いいじゃん。見守ろうぜ。うん。まあ、彼女も彼女で、ファンがいるんじゃないの？キャスで夕方に行ってた。いや、ふわっちでやってたよ、昨日。ふわっちでやってた、全然。まあでもね、彼女の実力知ってるからね、それをね、やっぱ、勝ったっていうのは成長の証ですよ。最初の頃はさ、売名しないと勝てないかったけどさ、だん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 、自分のピンの力で閲覧取れるようになってきたし、なんつうの、売名させてあげられる側になったじゃん、逆に。それが嬉しいよね。今までお世話になるばっかりだったけど、金梅さんとか光くんとかにさ、他の便所太郎さんとかさ、逆に今だったらさ、若手の人売名させてあげられるじゃん。それは嬉しいよ、やっぱり。いろんなところに恩返していきたいね。ファンが言ったら、笑っちゃうね。ん？どういうこと？ほんまは、うん。それは嬉しいよね、ピンで。だって、あと、その、何気にさ、閲覧7000人行ってたんだよ。そう。リスワンで数字も結構重要なのね。やっぱ3000人とかダサいじゃん。3000人でリスワン取ったらラッキーだなとかさ。月末の方に取ったらさ、やっぱりなんつうの。いや、大手がもう取っちゃったから取れたんでしょって言われるから。ギリチョコありがとう。こんばんは。めぐみさん楽しんでて。やっぱそういう格があるから。8000人いけたんだけど、7000でさ。まあ7000でやめちゃったんだけどね。疲れてたから。おいリオンさんいらっしゃい。ギリチョコありがとう。まあ、バンテージです。あと、マウスピースね。よいしょ。よいしょ。新しいフォロワーさん、モグさんフォローありがとう。あとね、やっぱりね、嬉しかったのはね、昨日の放送はね、おとといの夜中から夕方までやってたの。昨日の夕方まで。2日間っていうかさ、こう、夜中からずーっとぐるーっとやってたんだけど、それでね、130人ぐらいフォロワーさん増えたんだよね。やっぱ新しいさ、配信者なんか見られてなんぼだから、新しい人が増えたのはめっちゃ嬉しいね、俺としては。うん、まあ、頑張れば頑張った分だけさ、帰ってくるっていうのが配信の面白いところだよ。あ、ごめん、ちょっと待って。チョコ爆撃全然ウェルカムですよ。アイテム爆撃、ウェルカム、ウェルカム。ぜひぜひ。その一人、ああ、ありがとうね、ロマンフィリアさん。アーニャさんって言えばいいかな。今日は仕事間に合った。ぐっすり寝れた、ノンタンのおかげで。ぐっすり寝てた。リオンさんから、ギリチョコ爆撃いただきます。ありがとうございます。ギリチョコ爆撃ありがとう。たくさんください。俺がね、チョコもういらないっていうぐらい欲しいね。もういいよ、チョコっていうぐらい欲しいね。ありがとう。チョコありがとう。すごいね。チョコバクだよ、チョコバク。おい、ゆきさんおやすみ。また来てね。来てくれてありがとう。おやすみ。ギリチョコありがとう、サボちゃん。ギリチョコありがとう、サボちゃん、リオンありがとう。ありがとうございます。マウスピース作ろうかな。ギリチョコありがとう。ギリチョコありがとう。あれ？あれ、タバコどこやったっけ？タバコがないぞ。あれ？タバコがねえな。ギリチョコありがとう。タバコ、タバコ。あれ？タバコどこだ？あれ、タバコねえな。ギリチョコありがとう。トモチョコありがとう。リオンありがとう。すげえな、リオン。ありがとねー。あ、あったあった、タバコ。アーニャでオッケー。いろいろ忙しくて見れてなかったけど、旅配信大丈夫かな？あ、大丈夫だよ。生活保護も抜けられたし。うい、トモチョコギリチョコありがとう。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとさ、このあのあと5分で切るわ。で、携帯配信に切り替えたマウスピース作る枠やろうよ。マウスピースを茹でて、これ作ってみない？これマウスピースどう？みんなこれ作ってみようよ。マウスピース作り方書いてんのかな。冷水と熱湯に30秒つける、うん、1秒間、冷水に1秒間、ほうほうほう、熱湯で30秒、冷水に1分。生活保護抜けたのはふわっちの収入が大きいの。ふわっちの収入が、先月20万、その前16万かな、書いてあるよ俺のプロフィールページに。うん、ありがとうリオン。他の人の米読めなくなる。あ、全然大丈夫だよ、プロっすよ、プロ。コメント全然読めるよ。で、なんつうのかな、で、まあまあふわっちの収入がでかいっすね、僕は。うん、まあバイトもやってるんだけど、そんな感じ。うん、なんかワドさん、いろいろ大変なことになってるのをツイッターで見たから心配。100万円の請求来てるからね。青じいわこつ100万だぜ、請求。もう訴えようと思ってる。うん、マジでこの100万に関しては全然納得いってないから、マジで憲法違反で訴えようと思ってる。これ多分ね、勝つよ俺。日本の法律変わるぜ。生活保護法が変わるよ。和道法案できちゃうよ、和道法案。じゃあ次枠はですね、このマウスピースを成形する枠やります。見に来てください。なんで和道がおごってることになってるの。なんかね、ツイッターでね、反論いっぱい来てたけど、ほぼ冷やかしだったけど、なんか2、3個ね、ちゃんと俺の話理解してた人がいた。擁護してくれる人が。完全にそれは国が悪いっていうか、市役所が悪いっていう人が。うん、おかしいよね、あれは。あの判断は絶対間違ってると思うよ。YouTube に載ってるよ。俺の YouTube はこちらです。ですね。YouTube に載ってるんで、リンク貼って終わりにします。リンク貼るね。どれだろう？これかな？これかな？DK Select。賃貸住宅はブランドで選ぼう。花見ありがとう、匿名さん。多分これかな？多分これだと思う。YouTube これです。こないだどうも、匿名さんどうもです。匿名さん、花火ありがとう。匿名さんなんで、こないだどうもが、ちょっと誰だかわかんないですね。ほこの件応援します。ありがとう。もしよかったらみんな YouTube もチャンネル登録してください。頑張ってるんで。チャンネル登録まだな人よろしく。一生懸命頑張ってたのに請求って悔しいよね。いや、実はね、30万ぐらいは別に正当な請求だから、俺は払わないとダメだなと思ってるから、残りのね、60万の、計算の仕方に対して怒ってんの。俺はだから別に全額、返還しないって言ってるわけじゃないよ。あと、不正受給もしてないし、申請してなかったから請求来たとか、そういうことじゃないの。逆逆。申請をちゃんとやってたから請求が来てるんだけど、請求来るの分かってたから、俺は。ただその請求の方法がおかしいって言ってんの。配信者側ならわかるでしょ。わかるけど、俺はわかるよ、誰かは。だけど、匿名で打ってるってことはさ、名前隠してるってことじゃん。そう、だから、それを読み上げていいのか判断に迷うんだよ。匿名で花火打つっていうことは、なんつうんだろう。名前呼び上げないでねってアピールなのか間違えたのか難しいから。うん、こんばんは。申請する気なくなるよね。申請する気なくなるかどうかわかんないけど。うん。そうそう。だからその人に配慮してる感じ。匿名さん花火ありがとう。じゃあ、匿名さんからいただいた花火で終わりたいと思います。次枠はマウスピースを作る枠やります。よろしくお願いします。匿名さん花火ありがとう。じゃあ行きまーす。よいしょ。よし。トリオ2携帯から配信します。ギリチョコありがとう。おつおつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。